マルガレーテアンナ・コズーフはハンブルク出身のドイツのバレーボール選手、ビーチバレー選手。ポジションはオポジット。インドアドイツ代表。両親はポーランド人だが生まれ育ったドイツの代表として戦うことを決めた。2005年にドイツ代表に選出され、2006年世界選手権に出場。2007から2008シーズンにイタリアセリエ A のサスオーロに移席した。 2008年からドイツ代表のオポジットのポジションを任され2009年ワールドグランプリでは卓越したバックアタック能力と強いサーブでチームを7年ぶりのメダルへと導いた2009年欧州選手権ではベストスコアラー賞を獲得したまた2010年ワールドグランプリでは予選が終わった時点でベストスコアラーだったものの決勝ラウンドに進めずベストスコアラーの座を逃した 同年の世界選手権に出場し、7位入賞を果たした。2011年より代表チームで首相を務め、9月に開催されたヨーロッパ選手権で銀メダルを獲得した。自身もベストスパイカー賞を受賞した。同年11月のワールドカップでは、アンジェリーナ・クリューンと共に攻撃の両輪を担い6位に入った。ヨーロッパ選手権で2大会連続で、 銀メダルを獲得した。2014年のモントルーバレーマスターズで初優勝に大きく貢献し、自身も MVP に選ばれた。また、同年9から10月の世界選手権で3大会連続出場した。イタリアのセリエ A1 のアシステルノバーラに所属した際は中田組がアシスタントコーチを務めていた。その後、ロシア、ポーランド、 アゼルバイジャンなどのクラブチームを経て、2015年にイタリアセリエ A のバレーボールカサールマジアに移籍し、2015、16シーズンの欧州チャンピオンズリーグで金メダルを獲得し、自身もベストオポジット賞を受賞した。ドイツのビーチバレー選手であるカーラ・ボーガーから勧誘され、ビーチバレーに転向。2018年1月にハーグで開催されたビーチバレーワールドツアー。 テラビーチオープンで初優勝を飾った。ありがとうございます。